ウェルカムコメントにこうツアーファイナルチケット発売中8月22日生誕祭ってやった方がさね、そうだよね、そっちの方がそもそも新しい人とかにさ知ってもらって、やっぱこうニーニーを広めてきたいっていうあれもあるから、それだったらこれで新規の人を呼び込んで、で気になってもらったらこのウェルカムコメントにこう大事なライブのお知らせがあるっていう仕組みの方がいい気がしてきた、うん、なんかそうしてみよう、うん、ね、だってね、私たちのこと好きでさ、こうやってキスミのこと好きで見に来てくれてる人はさ、みんなすごいからさ、大事なライブのね、あ、確かに告知でウェルカムコメント見てねはありだね、みんなは知ってくれてるからね、ありがたいことに。だから新しい気になってくれた方を増やしていくアプローチの仕方にちょっとだけシフトしてみようかななんて考えたりとかさ、なんかねいろんなことを考えますけども、アイドルは難しいですお風呂配信7月30日ツアーファイナル、あー確かに、そしたらお風呂ラジオ配信731、ツアーファイナルとかにするか、うん、ナイスアイディア みんなに偉いとか言われたらもうなんか嬉しいなコロコロ変わりよる何が正解か分からんけど、ちょっとご新規さんホイホイをしていきたいなとも思ってる。はい、というわけで皆さんこんばんは、キスミンこと天尾キスミです。紫色担当ですお、今日職場でルテンノンテルとプレミアの巣窟を投資で見ました、ありがとうございます、嬉しい。そうですよね、この間ルテンノンテルさんに出させていただいたんですけど、こちらはですね、ちょっと関西の方の、テレビでのこうリアタイルの放送しかないので、そちらはね、見れない地域の方は TVer で見てほしいって言ったんですけど、今回昨日はプレミアの巣窟は逆に関東のねテレビ局だから関西の方が見れないっていうのでちょっとごちゃごちゃになっちゃうかもしれないんですけど、放送後は TVer でね全部見れますので、なんかすごいなんか泡のエフェクトなんかすごいプールの写真とぴったりで今びっくりしちゃったかわいいこれね、今日は猫かぶり配信なのね。今日はねちょっとまあ私事なんですけど、ちょっとね声を張れなくて、 声がですね張れなくて、なんかまた咳喘息みたいなのが危うい時期になってですね、まあ、ちょっとこの間からねちょっと不穏な空気って多分ショールーム見てくれてる人は、ね、知ってくださってると思うんだけど、そうだからちょっと声が張れなくて、まあだからちょっとまあ今日は化粧もしてないし、まあ、顔出し悩んだんですけど、まあ、ちょっと声が張れない分テンション低く見えちゃうかななんて思ったので、ラジオ配信でねこう湿度の高いところで潤しながら今日は配信しようって思って今日はお風呂配信にしてますね、冷房が良くないとかもあるのかもしれない。なんかね乾燥と寒暖差そう乾燥とね寒暖差でねこう喉がね私こう燃えるように痒くなっちゃって、季節的なねこうアレルギー性の咳喘息なんですけどまあだからちょっとこう声低めでちょっとねささやきまではいかないんですけど、ちょっと小さめで低めなんですけれども、決してなんかすごい怒ってたりとかするわけじゃないからねまあ怒っては聞こえないか、なんかテンション下がってる感じかな、聞こえるとしたら。はい、その代わり無駄にチャプチャプするんで許してください
そう、もう風邪とかじゃなくてね、本当にこの季節とか、あとは冬前かな、うん、初夏と初冬そう、初夏と初冬がね、あのセクシーじゃない、なんでセクシーって言ったの、咳喘息でセって言ったらセクシーって言っちゃったやめて、笑うと喉かゆくなるからやめてせって言ったらさ、咳喘息のせって言ったらセクシーって出てくるのやばない、俺もう末期かもしれんやばい、あーせ、せはセクシーのせ、せはセクシーのせいかひすみの声とても心気持ちが心地いい、ありがとう、ギルガメッシュ、そう昨日見ましたか、プレミアの巣窟フジテレビさんで、深夜やってたんですけど、それでね、あの天野さんにギルガメッシュって言われたんだけど、まあ、まだまだ来週はちょっと、いや今回は結構グループの紹介とかあのグループの見どころとかっていうところを語る回だったので、まあ、ちょっとふざけるってよりかは、まあ、本気でここはちょっとニーニーの良さを伝えていきたいなっていうのもあって、まあちょっと1週目、2週連続で私出演させていただくんですけども、はい、あの、ちょっと今回は抑えめで行かせていただきましたけども、まあ、その代わりニーニーの良さがちょっと真面目に伝わってたらいいなという反面、まあ、真面目すぎてもおもろくないなってね、何も知らない視聴者の方は思われるかなとか思ったり、ああいう番組って難しいですねそう、ニーニーのことも真面目に伝えたいが、しかしなんか何も知らない人からしたら何もおもろくない、おもんなアイドルになっちゃうのも難しいしって思うとそうで、最後の最後の方には、まあ、ちょっとキスミ節をチラリンチョさせていただきましたけどそう、あとね、そうそう、ありがとう、コメントにもある通り、なんとね、新曲、新衣装の発表もございました。あとはニーニーのライブの映像とかミュージックビデオとかもたっぷり使っていただいて、すっごく嬉しかったです。やっぱりこうやってみんなのおかげでディフの PR 大使になれて番組に出れるっていうのももちろんなんですけど、こうグランプリにさせていただいたからこそ、ニーニーのグループの、あのこうライブの映像をあんなにたっぷり使っていただけてめちゃめちゃ嬉しかった。こうラジオ配信だよ、さすがにこの今映ってる俺がラジオじゃなかったら怖い怖いね。いやでもテレビの地上波でさ、あんなにニーニーのライブがこう映ってるってちょっとめっちゃ嬉しいじゃんね、ちょっとすごく自慢だった、写真も撮ったね、すごい、みんな見てくれてたらいいな、もちろんニーニーのニーニー推しのみんなも、キスミ推しのみんなも、メンバーも運営さんもみんな見てくれてたらいいな一生懸命ニーニーのね良さを語ってきたんだ。でもちょっとバンバンバンの後のね、あのエピソードトークはちょっとだけカットされちゃってたんだけど、それがすごくね悔しかったけど、ニーニーの見どころっていう部分でなんかたくさんこう語らせていただいたから見てもらえてたらいいな天野氏のオタの演技に悪意があったなんかお、こんにちはってやつね見たかったな、あ、見たかったなって人、リアタイがねできなかった方は TVer っていう、こうアプリで、あの無料であの見逃し配信が見れるので、はい、ぜひね、あの見たかったなっていう方は TVer で見ていただけたら嬉しいです。そう、なんか TVer のこう再生回数とかっていうのもめちゃめちゃね、こうなんだろう、ちょっと一昔前だと視聴率ってこう言葉がさたくさんあったじゃん。で、視聴率もちろん今の時代も大事なんだけど、
視聴率よりもこうもっと分かりやすくなったのが TVer での再生回数そうなので TVer で見ていただけるとたくさん見ていただけるとあれこの子が出てる回だけめっちゃ再生回数伸びてるってなるとなんかすごいあじゃあ今度また番組に呼ばせていただこうかなって思ってくださったりっていうところにつながると思うからぜひ見てほしいし今回はね、まあ、TIFF の PR 大使としてキスミがこうやって出させていただけたけどこうライブ映像とかでニンニもみんな全員で出演してるからそうそう、その番組はねそうニンニみんなで出演したと思ってるんだよだってキスミがさ PR 大使にみんながしてくれたからこそさああやってさテレビにみんなでさライブ映像が流れるってだってそうそうないじゃんそうだからすごくね結構自分が番組に出るより逆めっちゃ嬉しかったかもしれないんだ去年の TIFF の映像がねテレビで流れたのだから見てほしいしまあでも多分ね中にはまあすごいまあ遅い時間だったっていうのもあるけどまあニンニのね応援してくれてる人でまあキスミ推しじゃない人とかまあ推しじゃないからいっかみたいに、ね、なっちゃってる人とかにもねぜひいや君の推しも地上波でライブしてたよ見てた出てたよって言ってね見てほしいしねそうにキスミが語ってたニンニの魅力って間違ってないですかっていうのでもねいろんな人なんかやっぱニンニのこと好きな人みんなに見てほしかったなって思うしそうでもすごいね一生懸命こうなんだろうリアタイとか TVer で見たらその TVer で見た後にねプレミアの巣窟っていうので調べたらいっぱい感想をね一生懸命つぶやいてくれてる人がいてそれがすごく嬉しかったしなんかまあすごいそういう人ってやっぱこう誰がさなんか感想をツイートしてくれてたかって結構こっち側からしたらさいっぱい見るんだよねなんかまあもちろんね次の日のお仕事とかみんなあると思うから、まあ、見るタイミングっていうのは全然それぞれでいいんだけど、まあ、リアタイしてくれた人も TVer で後ほど見てくれて感想を書いててくれた人も、まあ、なんかちょっと忙しくって見れてなかったけど今日帰ってきて見たよっていうので